どうも皆さんこんにちは、マリモンです。久しぶりのゲーム実況しようと思います。今回やるゲームはスマホのゲーム、デュアルモンスターズプレイズというね、今現在ね人気のあるカードゲームのようです。マリモンチャンネルをね見ている視聴者様にはね全く興味がないと思うんですけど、このゲーム今ね人気があるらしく、なのでねこの実況動画をねちょっと上げたら再生数ねどれぐらいいくのかなという実験をねしていこうと思います。じゃあ早速プレイしていきます。このゲームカードゲームなんですけども、私カードゲームはハースストーンをね 4,5 年ほどやっておりましたので、かなり自信があります。カードゲームは任せろ。最高ランク10のクソ雑魚だったでしょ。昨日からこのゲーム始めたんですけど、そこそこ買っております。初心者ですけど、まあ相手も初心者なんですけど当然で使ってるデッキは闇水パラサイトワームというのを使っております。よくわかりませんけど、このゲームをやってるのは多分ね10代とか若い人が多いと思うんですけど、私42歳ですから10代の子供にはねさすがに負けられません。なので気合い入れて勝とうと思います。 Get ready 行くぜ。ランクマッチ強い、ブロンズやって。何俺ビギナーやのに。やべ。これは負けるな。どうするかな。これいらない。カードゲームはね、ハースストーンをやってたんですけど、ハースストーンとはね、ちょっとルールが違いますので、その辺はね、最初戸惑いましたけど、まあ、昨日から始めてね、大体ルールは分かりました。手札に戻すと。もう勝ったよね。いやまだ分からんか。いや勝っただろこれも。勝ったよね。いやすごい、こんなんね。わあ粘るな。あとはこれを攻撃したら終わりです。はい、もう終わりやろ。もうはい勝った。はいはい勝ちました。はいザーコー。どうも。あブロンズいった。ブロンズ、よっしゃよっしゃ、イエーイという感じのゲームでした。はい、まあ、この動画の再生数がどれぐらいいくか分かりませんけど、まあ、実験的にねちょっとね上げてみようと思います。まあ、一応人気ゲームらしいんで、この動画の再生数が良かったらね、もっとねこのゲームの動画を上げて課金したりねしようと思っております。ではご視聴ありがとうございました。